物の強さだけ見つけたくて、今未練なんかこれっぽっちもない。そうだ、オーラープレシェント歌ってくれてありがとう。めっちゃ素敵だったよ。じゃあまたね、バイバイ。どうも、ダイスの花村聡太と申します。本日は先輩の宇野さんの、オールアプリシエイトという曲を歌わせていただきたいなと思います。初めて聴いた時からすごく温かい気持ちになってずっとリピートして聴いていたんですけども、男性が歌ってもきっと誰かの心に届くんじゃないかと思い歌わせていただくこととしました。大変恐縮ですが聴いてください。この夢の旅路に捧げる歌、泣き顔を隠した背中合わせ僕らの影、誰にも譲れない青春の日々、どうにもならなくて悔しくて負けそうな時の魔法の合言葉覚えてるから、世界がどう言っても味方だよと笑い合って、精一杯の強がりで乗り越えてきた。遠く遠く離れた空でも君に会えるファンを送ろう。あの日の涙明日の道となる最高か。